海外旅行へ行った時、初めにその国の人と触れ合うのは、最初にその国へ到着した場所、空港や駅ですね。旅行中、一番大変なのは慣れない場所での移動だと思います。電車に乗るのもタクシーに乗るのもちょっと勇気が必要。この本では旅行中、移動の時に必要なたくさんのフレーズを紹介しています。本の中には台湾人の若いカップルが登場します。男の子は2回目の、女の子は初めての日本旅行です。移動しようでは8つのシーンを想定し、この2人と一緒にいろんな移動手段を利用していきます。では最初のページ16、移動の時の言葉を見てみようを見てみましょう。電車やバス、船などの公共の交通機関を利用する時には切符が必要ですよね。ではここで切符の数え方を勉強してみましょう。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、9枚、10枚ですね。それができたら上のフレーズに当てはめて使ってみます。大人2枚、子供1枚ください。大人1枚くださいですね。次にチケットの購入は切符券売機と緑の窓口で行うことができますよね。乗り越した切符の不足分のお金は精算機で支払うこともできます。場所がわからないときには〇〇はどこですかのフレーズを使って近くにいる人に聞いてみましょう。14、空港から移動するときは、では、コウさんが実際にどんな風に話しているのかを見てみましょう。すみません、東京駅行きのバス停はどこですか？切符販売員の人はそれに対してこう答えています。ああ、それならそこの出口を出て31番のバス停ですよ。切符はここで買えます。じゃあ東京駅行きの切符を2枚ください。